皆さんこんにちは、ネイリストリサです。今日はこちらの人差し指の欠けた爪にチップで長さ出しをしていきたいと思います。この後にジェルをのせるので、ジェルをのせる前までの工程をやっていきたいと思います。それではスタート。チップはこんな感じにいろいろなメーカーから出ています。ではこちらの中からこの人差し指の爪の幅に合ったチップを合わせて見つけていきます。ポイントはまっすぐブルーでつけていくことです。曲がってしまうと爪も曲がってしまうので、しっかりまっすぐなるようにのせていきます。ではグルーをつけていきます。ではグルーをつけていきます。つけるところは3ミリぐらい、真ん中5ミリぐらいですね。5ミリぐらいつけて、ではまっすぐつけます。20秒ぐらい離さないようにギュッと押し付けます。はい、ではここの浮きやすい部分を押していきます。ちょっと心配な時はこの上からちょんちょんと乗せていきます。そしてすぐ乾くようにこちらのアクティベーターを垂らしていきます。では次に長さを合わせていきます。では長さはチップカッターを使って切っていきます。こちらの中指を参考に同じ形に整えていきます。ちょっと私はカッターで切ってから整えていきます。はい、ではファイルを使ってまず長さ、we'll be right back.
では次にチップと地爪の段差を削っていきます。こちらは軽く爪と地爪と爪が一体化するように削ります。爪は削らないようにチップと地爪の境目をめがけて削ります。はい、では次にちょっと目の細かいバッファーでさらになだらかにします。こんな感じで完成です。ちょっと見やすいようにダストを拭き取っていきます。はい、こんな感じで完成になります。ちょっと5ミリぐらい長さ出ししました。これが1センチ以上になると負担がかかってしまうのでアクリルの補強がおすすめです。それではここまでがチップの長さ出しのやり方でした。ジェルをのせるときはこのまま普通に地爪のようにジェルをのせていきます。皆さんももし爪が欠けてしまったりしたときはチップの長さ出しも簡単にできるので試してみてください。